まあ、でも正直ここ来る前にゴールが取れたことはほっとしましたし、まあ、気持ち的にも良かったなって思うのと、まあ、でも手応えはやっぱりそのフィジカルのところだったりパワーに関してはやっぱ全然強くて、やっぱ海外の選手と相手にするとやっぱ片手で飛ばされたりするんで、やっぱフィジカル面ではまだまだだなっていうふうには感じますけど、瞬発的なところだったりやっぱゴール前の一瞬の間とかっていうのはなんかもっと磨けるなっていうのは感じてます。実際の現場ってすごく緊迫した状況だと思うし、全然想像もつかないぐらいだと思うんですけど、まあ、それでも感染予防に努めながらこうして試合ができるってことに感謝もちろんしているので、自分がサッカー選手である以上そのサッカーで少しでも元気づけられるようなプレーを見せたいなって思うので、頑張りたいです。やっぱりオリンピック18名って少ない枠なんで、個人的にはやっぱアピールすることをずっとやっていきたいですし、金メダル狙ってるので、この期間を絶対プラスになるように一人一人が心がけてやりたいなって思ってます。すごく大事な一戦だと思うんで、皆さんに見てもらって自分らが言うっていうよりも周りが金メダル期待できるねって言ってもらえるような試合を見せたいなと思います。